ち悪いわよ。からかう？違う違う、これは感謝してたところなんだって。昨日さ、私レッスン中に怪我しちゃって、無理してバイト行こうとしたら手まりにバレて怒られたんだよね。自分から夢を遠ざけようとするなんてバカじゃないの？でさ、でも当然喧嘩になったんだけど、結局バイトは休んだんだ。それもそうだなって思ったから。へえ、いい話じゃない。なんでまた一夜明けたら喧嘩してるの？いや、それがさ、ゆうべバイト先から電話かかってきて。ちょっと、何先にまで言おうとしてるの？私の様子を見に、バイト先まで来てくれたんだって。え、手まりが？そう、いつも上を目指すことしか興味ありませんな、あの手まりが。私が無理して働いてるんじゃないかって心配してくれたってわけ。してないから、たまたま近くを通ったから。それで、はいはい、言い訳下手すぎ。私ってば